タイ国有鉄道の車両形式は、タイ国有鉄道在籍の鉄道車両一覧である。なお、ここでは、過去の車両も含むが、すべてを網羅するものではない。ALS 型ディーゼル機関車一般的な三等、客車中国製、新型客車、客車、貨車については、自社真っ赤三鉄道工場による内製車も言っている。1960年代中頃、以降、 日本の国鉄重計客車を基本設計とする客車が日本からの輸入及び内製により多数調達されており1980年代後期頃からはステンレス製の客車が日本や韓国から輸入されている1990年代中期以降は他国の鉄道事業者の中古車両の譲り受けも行っている1995年には オーストラリアクイーンズランド鉄道からシティトレインの電車を譲り受けし、客車に改造して投入した。1997年以降は、西日本旅客鉄道で余剰となった鉄道車両が無償状とされ、機関変更等の改造を実施した上で使用されていたが、その後は大部分が定期運用から外れた。12系客車の冷房装置は故障が頻発し使われなくなった。 1 4系信頼車、2 4系は冷房装置の、の世界を経て使用されたが、2016年11月より、運用開始した、中国製客車により置き換え対象となった。2019年6月現在、キハ5 8系機動車は、全車廃車。また1 4系座席車については、定期運用がない。2010年以降、 旧型機関車の更新のため電気式ディーゼル機関車50両の導入が計画されており、その一環として20両の中国製新型車が2014年に納入された。線路の補線にもこと欠かさず、マルチプルタイタンパーが有名なところでは、世界的に代表されるメーカーであるオーストリアのプラスタートイラー車製の機材が数多く配備されているが、 これも他の客車同様日本からの中古機材である。JR グループ及び日本の私鉄、公営交通で使われた機材がタイに支援込みで中古輸入されている。日本ではノックスポーに基づいてハイガス規制をクリアした同社製、新型機材に置き換えられ、経年化した機材が捻出されて大国鉄に配備された。ゲア型ディーゼル機関車欧州、アメリカ、日本及び 中国製のディーゼル機関車が使用されている。ドイツ製を中心に初期に多く見られた液体式は次第に数を減らし、変わって1960年代以降に導入された電気式が主流となっている。機動車が全て液体式を採用しているのと対照的である。2015年からは初の中国製機関車が投入された。 968号機入れ替え作業中の291号機デラックス50系 CX50 形体に導入された蒸気機関車は、おおむね、第二次世界大戦を基準に大別できる。現役を退いた後も、国内各所で保存されているほか、一部は日本に返還された。2019年現在、タイ国内にて、動体保存されている車両はすべて日本製である。 森林資源の豊富なタイでは、石炭の代わりに木材を焚き木として燃料に使用しており、これは現在の保存機でも踏襲されている。ただし保存機の大半が、後に重油燃焼式へ改造された。デラックス50蛍光器型とドーム形状の相違が、わかる、保存中の235号機中、必ずしも、シャバンの順序通り装備されてきたわけではない。 国鉄本線においては、電閣間が存在せず、エアポートレールリンクにのみ電車が導入されている。大国鉄の機動車は、最初に登場したフリックス型がデンマーク製であることを除き、日本、イギリス及び韓国製で、すべて液体式変速機構を備える。客車列車に比べて、加速性能、最高速度の点で優位に立ち、 優等列車としての地位を確保しているものの、機動車には一等車、信頼者が存在しない。また、機動車の数が増加し始めてからの年月が、客車や貨車に比べ短いため、それらのような改造、改版が極めて少ない点を特筆される。そのような中で改造を受けた車両に、THN 型及び NKF 型の一部が挙げられる。 それらの車両は急行用編成として5両固定編成化されており、この際に編成中間に連結された車両から制御機器類が取り外された。また、キハ58型の2等車から3等車への格下げ、さらにエンジンを外した上での客車への転用改造も貴重な改造例の一つであるが、いずれの際も改版は行われなかった。ASR 型1991年に、 英国のベゼル社が納入した ASR 型は、大国鉄初の特急型機動車として運用が開始された。ASR 型は、自動ドアやエアサスを標準装備し、これまでの大国鉄の車両とは一線を、隠した豪華な仕様だったが、その分保守の面では整備性が悪く、電装系統の故障や老朽化が目立ってきたため、現在では、北本線のバンコクサワンカロークシーラーアット間の、 一往復の運用を残し、定期特急列車の運用からは外れている。ただし、大国鉄では現在、同型式車の大規模な車体更新工事が行われているため、今後も優等列車用の車両としての活躍が予想される。APD20 型機動車、APD60 型機動車、APD 型 ASR 型の後継車両として、APD20。 60型が1995年から韓国の大宇宙工業によって製造、納入された。投入当時は APD20 型は急行用、APD60 型は特急用とされ、最高速度も APD60 型が ASR 型と同じ時速 120km であったのに対し APD20 型は時速 100km に抑えられていたが、後に APD20 型も最高速度が時速 120km に引き上げられ APD60 型と共通で特急運用に充当されることとなった APD20 型の特急運用への格上げによって不足した急行運用車両には後日の THNNKF 型が充当されることとなった現在では両型車とも特急用として共通運用されている APD20 系は APD60 系に比べて車腹がやや狭く、先頭車は APD60 型が全体的に丸みを帯びた断面であるのに対して APD20 型は細長い面持ももちをしていることから見分けがつく。APD 系は現在のディーゼル特急の主力車両でバンコクを拠点に北本線のチェンマイ、東北本線、南線のウボンラチャターニ 南線のスラーターに、ヤラーへの定期運用を持つ。二等車 NKF 型機動車代表的な車両としては、1985年から1986年に、かけて、東急車両、日立製作所、日本車両等の日本の車両メーカーが製造し、納入した THN 型、およびその改良型の NKF 型がに、扉セミクロスシートの汎用型機動車として、 万国近郊区間の近郊列車から東北方面への急行列車に至るまで幅広く使用されている。日本から譲渡されたキハ58型の活躍期間は7から8年と大変短いものであった。現在はほぼ全ての車両が保留されている状態であり、ごく少数の車両のみが事業用車として活用されている。 日ハ58型の譲渡は1997年26両、1999年20両の2回行われたが営業に着いたのは1997年分だけであり、1999年分の車両の中にはは、タイに到着した後にタイ国鉄カラーの塗り替えまで完了していたものも存在したが営業に着くことはなかった。この背景には、 同形の老朽化が進んでおり、故障が多発していたことに加え、日本の機動車の中でも大型の車体であった同車は、大国鉄の車両限界を超えており、北本線北部の山岳区間や東北本線のマップカバー品ラップ間の急曲線に対応できなかったという事情のほか、運転席位置が大国鉄の通常の車両とは逆になっているため、信号認識や単線非自動閉塞区間での 通票を受け渡し業務に支障が生じ、現場から不評を買ったことなどが挙げられる。実際、キハ58系列の譲都以後も、日本からの中古機動車の譲都計画が浮上したが、実現には至っていない。二等車2.3等号作り車三等車大国鉄における、客車の歴史は、改造、改版の連続でもある。そのため、その体系ははっきりとしたものではない。 例えば最大勢力を誇る BTC 方も若葉より見ていくと製造年は必ずしも規則通りに推移しておらず、車両の歴史は製造年と改造年で把握していく必要がある。また、標準使用者という考えはあまり存在しないと見られ、ロットごとに微妙なスペックの違いが見られる点も特徴。機動車と同様。 車番だけでその車の情報を読み取ることは困難となっている。現在運用中の車両の大半が空気ブレーキ方式である。1990年代後半から車両の増備は外国からの中古によるものが大半を占めたが、それらは中古であり、老朽化が目立つようになってきたことから、2014年に中国の中国駐車に一等座席、寝台給料、 二等座席、寝台88両、食堂車給料、動力車給料の申請客車計115両を46.7億バーツで発注した。これらは2016年6月から11月にかけて納入され、同年11月より運用を開始、定期列車で運用される日本からの中古の14系、24系客車を置き換えた。ただし、その後も14系、 24系客車は頻繁に定期列車の運用につくことが確認されている。塗装に関してはしばしば変更され、ほぼすべての車両が塗り替わった頃に次の塗装が登場し、その塗装への塗り替えが開始されるといったパターンを採用しているほか、何かのイベントが開催されるごとに塗装の変更を行うこともある。大国鉄では JR 西日本により譲渡された、 APV2 の使用方法を思いあぐねていた。スハ25型は1両のみの台籍であり、そして窓配置が座席車としての使用を困難にしていた。そのため、当初は JR 西日本と同様の使用方法をした。ちょうどその時期、2006年12月に発生した連結事故により、両つまめを破損、陥没した ANS101 が修理のために工場入りしていた。 これに目をつけて展望車に改造した後に追加で1車 a t c 3 0 8を食堂車に改造し APV2、e、と合わせて3両のジョイフルトレインが完成した。貸し切りが可能として増収を期待しているが稼働率は高くない。王室専用の車両が3両あるが下記表には非掲載。2016年より運用を開始した。 中国駐車制の新型車両では、2人用個室が12室あり、定員24名。室内には、洗面台とモニターがあり、モニターを通して、食堂車からデリバリーを受けることも可能。また2室で1体となっており、個室間の仕切りを開放すれば、最大4名で利用できる、コネクティングルームともなる。車端部には、トイレとシャワールームが設置されている。 2004年 JR 西日本により14低寝台車が12両、譲渡された。ANS101 より始まる連続不満方法で ANS、ANS112 まで続いた。そして4年後の2008年再び、JR 西日本により14系、24系、寝台車が合計32両譲渡された。これにより、 合計44両の一大勢力となり、連続不満方法が見直され車種ごとの番号区分を設けた。このため、初代、二代目となる車が誕生した。初代、ANS105 初代、ANS106 は ANS201、ANS202 を名乗る予定であったが、初代、ANS106 が事故に、い、廃車となった。また、ANS201 は確認されていない。 ANS237ANS242 は全車発電用ディーゼルエンジン取り付け改造を行ったが登場後間もなく一部車両が事故で廃車となった。中国駐車制の新型車両では中央の通路を挟んで左右に上下段の寝台が設けられている。これはかつての日本国有鉄道の開放型 A 寝台と同じ構造である。天井部にはモニターと 防犯カメラが設置されている中国駐車制食堂車中国駐車制の新型車両には厨房設備がないためあらかじめ車外で調理され積み込まれたものを電子レンジで加熱して提供するのみで実質は売店営業のみ5桁6桁ナンバーの車両は新性能車で最高速度が時速 70km 以上であるこの速度は一つの目安になっており 最高速度時速7 0トル以上の車には星型マークが表記されている。最高速度時速7 0トル未満の車両で現役の車両は数を減らしつつある。貨車に限らずすべての車両が最高速度で運用されているわけではない。大国鉄が誕生した当初の車両はすべて真空ブレーキ車であったが近年では空気ブレーキ車、真空ブレーキと 空気ブレーキの両装備車の3種類混在しているが、日本と違い真空式車を全て加圧式に改造したわけではない。また、同一形式内であっても異なる方式の車が存在するため、運用がややこしくなり、同一形式編成による列車が多い。このブレーキ方式の違いは、車体外部に表記されている。この表記は、機動車を除くすべての車両にあるが、 真空ブレーキ車の場合省略されることが多い。近年では空気ブレーキ車が大半を占め、機関車も空気ブレーキのみ、装備の車が登場した。荷重13.5トンの時代が長く続いたが、当時の線路規格が低く、軸重10.5トンの制約が存在したためである。つまり、荷重事情が21トンになるよう配慮されていた。 若干はみ出ている車もあるが、日本ほど厳密ではない。現在では、重機上下、軌道リハビリプロジェクト等により、軸重15トンまで引き上げられ、ボギー箇所の一部には早くも上限度までの車も、登場した。コンテナ車はその長物車に似た外観より、しばしば長物車としての2役についている。ミサオ従車は、機械扱いであるが、以下の表には記載する。 1994年頃に BCG51 から5158が b c g 2 5 0 0 1から25158へ改造されたが、同社のボギー台車に何かしらの問題があったものと推定される。b c g 5 0では軸距が 1750mm であったが、BCG25000 では 1650mm となっており、台車交換の結果減頓したと思われる。また、 5万から2万5千への改版は逆不板方式となっている。ガスタイク車、オイルタンク車ともに6桁ナンバーとなっているが、10万番台の数字は 1SRT、2PTT、3SSO、4シェル、5シ h e b の所有者を表し、1万番台、1000番台の2桁で形式を表している。また、オイルタンク車は1981年頃に大改版が行われ、 それらの以前の番号は BOT1 より始まっていた。タイは原油産出国であるため、一次製品と二次製品の輸送がある。タイ国有鉄道。ありがとうございます。